向こうに垣間見た歌舞伎町の裏事情です。日本最大の繁華街新宿歌舞伎町、夕方ネオンが瞬き出す頃、色とりどりの花が街を行き交う。花の行き先は多くはキャバクラやホストクラブ。店の前にはたくさんの花がずらりと並ぶ。カメラは歌舞伎町にある花屋さんに密着。そこで見たものとは。予算はどのくらい？300ぐらいですかね。300？ はい。女性の注文はホストのバースデープレゼント。シャンパンタワーに高級酒を注ぎ、一晩で数百万円のお金が消えた。何それ？取材中、裏通りから突如奇妙な行列が。一体彼らの正体は。花の届け先にいたのはホステス志願の女性。その献身ぶりにびっくり。歌舞伎町にやってきた女性3人、その中の一人が20年ぶりに友人と再会するという。歌舞伎町で働くその同級生とは。冬の新宿、花屋は見た歌舞伎町の裏事情。新宿区役所通りで冬の名物イルミネーションの点灯式が行われた。3、2、1、GO。 街路樹90本に10万個の明かりが灯され、街は華やかに彩られた。実は歌舞伎町は花屋さんの激戦区。一箇所の交差点に3軒もの店が並ぶところもある。3年前にオープンしたこちらの花屋さん、社長の多田さんは3年でこの店を歌舞伎町のトップクラスに押し上げた。夕方の店は大忙し、客が次から次へとやってくる。年末年始は書き入れ時、売り上げを大きく伸ばしたい時期なのだが、景気はやっぱり良くないですよ、全然。はい、うちも良くないですけど、歌舞伎町も人があまり出てないんで。歌舞伎町は不景気の影響をまともに受けていた。夜8時過ぎ、にぎわうはずの街は驚くくらいひっそりとしていた。花屋さんの仕事は成果を売るだけではない。この日は老舗ホストクラブの店内装飾。店に入ると、そこはまさに豪華絢爛。まるで遊園地のアトラクションのような世界が広がっていた。この派手な内装にさらに冬ならではの装飾を施していく。そのポイントは、景気が悪いんで、ゴールド系でド派手にいったりとか。この時期になるとこうした注文が50店舗近くから入る。これで7万円です。だが最近はどこも予算が落ちているという。一方、花屋さんの現実はやはり厳しい。新たな客を開拓しようと店ではその準備が行われていた。スタッフが作っていたのはチラシの入ったカーネーション。これを街行く男性に配るという。お客さんがついていただければこういうことで、まあ、単純に奥様の誕生日とかに出していただいたりとか、そういうところで。ターゲットは30代から40代のサラリーマン。その数はおよそ100本。ホストとは正反対、地道な営業だ。しかし配り始めたものの、ただにもかかわらずなかなかもらってくれる人がいない。このご時世、一輪だけでは人は振り向かない。結局この日15本程度しか配ることができなかった。
歌舞伎町の花屋さんは普通のお店とは品揃えが違う。ここでは胡蝶蘭や百合など華やかなものが好まれる。見た目が重視、あの大きさが重視ってやっぱり方も多いんで、はい、とにかく派手に大きく。そのオーダーに応えるため多田さんはある方法を考えた。それは飾り付けた花に風船をアレンジして大きく見せる方法。実はこれが歌舞伎町で大ヒット。今やどの店も取り入れるアレンジに。店内装飾にも応用され、それはまさに歌舞伎町スタイルになった。間入んなよ、ややこしないんだから。え、分からないから。その頃店でも騒動が起きていた。OMD はな、誰が聞いてんだよ。そうしたら日本語成立してんの、お前ら会話できてんの。バカじゃないの。てめえもしっかり教えてけ。六段は五段で入んねえよ、お前。普段温厚な多田さんがスタッフを怒鳴りつけていた。原因は客からのクレーム。どうやら注文を間違えたらしい。再度やり直しに向かう。競争が厳しい歌舞伎町、一度のミスで客を他に取られてしまうこともあるのか。まあ、でもそうやって覚えていくしかないですからね。一回あえて怒鳴られれば。この世をやってきたのは40代の女性3人。プレゼントですか。はい、そうですね。会社を経営するこちらの女性、20年ぶりに同級生と再会するのだという。お花はその同級生へのプレゼント。選んだのは百合。これで1000円。うん、すごい素敵です。かわいい、綺麗に。さすがです。ありがとうございます。10年ぶりに同級生と会うというこちらの女性、感動の再会に同行させてもらった。そのお相手は歌舞伎町ならではの人だった。どうぞ。ダメよ、取ったらいくらくれんのよ。それによりますよね。そうよ、あんた。そんな、あんた親に見つかったら大変だもん。だって、説明したんだ、事情。事情そこまではないわよ。チョロならOK ということで店にお邪魔することになった。彼、いや彼女はここのホステスさんだった。あなたもそれ。そう、再会なの。高校の同級生なの。本当なのよ。20年前はちょぴっと彼女だったかな。こちらがちょぴっと彼女だった頃の写真。嬉しいわ。サービスしとくわ、ほら。ありがとうございます。嬉しい、こんな。感動というより爆笑の再会。これぞ新宿歌舞伎町。再会にも様々な形がある。不景気にあえぐ歌舞伎町、これからどのように花を売っていくつもりなのか。新しいもの、新しいもの出して、はい、他にはないものであれば少々高くてもお客様払ってくれるんで。様々な思いが行き交う歌舞伎町。大きく艶やかな花々が今夜も街に咲き乱れる。